女の人には何をやっていても美しく見える時期ってあるんですね。私が一番綺麗だった時、私の国は戦争で負けた。綺麗。切り抜きをなさるんですか？家内に送るんです。一生懸命につながりを絶やすまいとしてるんですよ。かわいそうじゃないわ。結婚するんですもの。結婚して子供を産むんですもの。おばさん、焼け出されちゃっただよ。丸焼けよ。なんかさ、雨のように降ってくる焼夷弾、バケツリレーで消せると思ってるの？情勢はますます厳しくなりそうですが、お元気で。私何でもやるわよ。やりたくないけど、やらなくちゃダメなのよ。空襲、空襲、大変。病気で死ぬのと戦争で死ぬのとどっちがいいだろう？どっちも嫌です。一毛さんに気を許してはダメ。女は溺れやすいの。お母さんは溺れた経験があるの？キミコ、私が一番綺麗だった時、私はとても不幸せ。私はとてもトンチンカン。私はめっぽう寂しかった。この国の空。